さあ、そしてカノンちゃんが迷ってますね。これちょっと何も考えずに切っちゃったんですけど、間違えた気がすると思ってて。そんな間違ってないですよ、大丈夫。でもこれが怪しいと思う感覚もとってもいいですね。なんかこの、まあさっきこの子がいないとこの状態だったんですけど、この子たちとこの子たちってどっちを切った方が良いの？素晴らしいですね。その子たちだと基本的にペンちゃんが一番弱いって言いましたね。ああ、じゃあこの子たちだった。そう。素晴らしい。なんか違うなってなって、そしてここそして、ええ、はあんですね。あ全員つながってるんだな、うん、でもなんかね、今んとこ見てるとね、カノンちゃんはね、大きな握手をしないタイプだね。なんか候補に出てる範囲が結構まあ悪くない範囲が多いから、多分ね大丈夫だね。これも例えばすごい間違いはしないってことね。そう、何切るって迷ってるだろうけど、選んだ牌がそんなひどいことになることはないね、常に。というのを踏まえて何切りたいですか？プレッシャーだけちょっと与えてる。おかしいな、与えてる。上げて落とされていく。多分ね、ひどい牌は切らないんだよね。ちょうどさっき質問した話からいくと、どっちにしろ7が来てもなんとかなりそうだから、この、ああ、もう素晴らしい。こうお手本のような打牌ですね。泡にはならなかった。お手本。これしかも切れないから、みんな、これは。すごい。選べない、なかなか。うん、安定している。素晴らしいことだ。さすがベースするだけあるな。ねえ。やったぜ。はあ、はい、これはなんか難しい、勉強になりますね。そう、3人バージョンは牌がね少ないんで、難しい形が来やすいんで勉強にはなりますね。はあ、これもね大丈夫です。もう安心して、もう握手はしないから、とんでもないプレッシャーがすごいですね。これにどうする、すごい泡牌選んだら、これで泡牌選んだら、なんかもう今までたまたま奇跡で合ってたんだなみたいな、うん、今まで奇跡に起きてたのがついにボロが出たかぐらいになるけど、なんか一回真剣に考えていいですか、皆さんお待たせしつつ。全然ゆっくりで、全然こう、はい、こうなるでしょう。なんかここがこうで、そうそうそう、分け方もいい感じですね。え、いやでも、え、あでもダメ、え、でもそうか、この子が行っちゃうと頭が、あ、で麻雀の一個ヒント言うと、はい、頭は結構いつでもできるんですよ。2個になるだけでいいんでね。なるほど。でもメンツは3枚は作りづらい、3つ必要なんで。でも頭は2個だけでいいんで、どこでもできやすいんで、あんまり頭と言わなくてもいいですね、麻雀は。なるほど、うん、え、この子たちなのか、赤いもんな、うん、いいんですか、もう何も分かってないですけど。まあ、こういうのはね、もうあんま感覚的な見切る人の方が強くなるんですよね、麻雀実はね。さよならしていいんですか、この子。おお、どうですか、どう思いますか。え圧が先生の圧が、どうなんだい、どうなんだい。あ、でも待てよ、何かまで、いや怖い。6、7が来た時に、あ、もう頭がパンクしそうです、これは難しい形ですね、普通に。7が来たと、でも9、あ、9を捨ててる自分が、さ、えい、おー、素晴らしい、完璧、文句なし、よかった。いやもうこれはもうこのパワーピン切ればあとはもうリーチっていうだけなんで簡単ですね。ペーニャ、そう、おー、もういいですね、ペーニャ。あ、難しいの来た、帰ろうとしたら、え、これ難しい、これ難しいとこですか。一回じゃあリーをしてもらって、はい、え、これだってくっつけたら難しくなるんですか。こうなると難しいですね。そう。なんかさっき6をね、ちょっと離したところで置いてた名残があるせいで、超離れてる感じだったけど、くっつけるとね、難しくなるんですよ、これ。確かに。確かになんか、結構アメリカなまりが出てきますね、好きあらば。確かに。なるほど。これは泡吹かない、はい、切ると素晴らしいですね。
え、ちょっと待ってくださいよ。本当に油断すると泡吹くチャンスになっちゃう。泡吹くチャンス。泡ちゃんになっちゃう。いやー、うん、泡吹かせたくない。なんかここがいらなく見えてきてしまったんですけど。うん、難しいですね。泡かもしれない、これは。これは泡かもしれない。これは難しくなりましたね。普通にただ、ただ複雑みたいな。ただ複雑。うん、一回吹かせときましょう。一回吹かせ。トーク的にちょっとアワード可能性あるな、これやっぱかなりの混乱具合。アワの可能性に出てきた。アワダハイあるな、これは。なんだって、うん、なんか両面の方がいいのではみたいな気持ちが湧いてきたけど、うん、何もわからない。わからないときはとりあえずじゃあどれが一番孤立してるかなって考えるといいですね。一旦孤立、孤立というかまあこの子はいなくてもなんとかなるだろうなみたいな、うん、1,2,3,4,5,6。いい分け方ですね。この子のこう分けるとなんかピンズの1と6どっちかいらんのちゃうって思いません？思っちゃいました、うん、そうで、じゃあ1回リーパーでくっつけてもう1回、はい、じゃあ1と6どっちの方がよりいらないかなって考えるのがいい考え方ですね。はあ、そんな難易度高いことやってるの？そう、これ1と6どっち持ってたらなんか持ちすぎてるというか、なんか難しいんだ、ごちゃごちゃしすぎちゃうんで、いっぱいあるみたいな。そう、だから1と6これどっちか切るのがいいですね。そう、1,2,3,4,5で分けたら1と6が浮いちゃうから、はい、どっちか切りましょうと、うん、お待たせしております、はい、すいません。ゆっくりどうぞ。ゆっくりで大丈夫ですか？でこれちなみにうちのコメント欄もめちゃくちゃ間違えてるから。なんで？そう。そんな麻雀をたくさん見てること。だからそれぐらいね、結構難しいやつなんですよ、これは。そうなんだ。見てもいい？いいよ。見たい。ちょっと見ちゃいますよ。そんな大変そうな。これ何？どれを捨てるかってこと？そう。むずっ！むずっ！うん、あ、私多分パーソーしてそう。それはですね、これパーソー切りはね、はい、実はこれ、はい、やりがちな間違いなんで、こうあんこにくっついてると捨てちゃう。そう、これあんこにくっついてると強いパターンでね、これはね、まあ難しいんだけど、ローピンかパーソーかなと思ったな、うん、なんか、うん、私この子いらないのでは、うん、あれ30秒しかない。ここが2個ダマになってても、うん、ダマダマになってる。ダマになってる。ダマになる。ダマみたいな。ダマになってる、うん、ダマになっててもしょうがないのでは、うん、えい、はい、これが一番いい位置だ。素晴らしい、素晴らしい、これがね、それはなぜ一番テンパイになる枚数が多いんですよ、これ。そうなんだ。こういうのでリーチ、本当だ、なってる。リーチって言える範囲が一番多いのを選ぶのが麻雀の基本で。なるほど、ね。ローピンっていうのが一番広い。これがね、パッと分かると思うので、初心者とかいう次元じゃないので。なるほど。そう。リーチになる範囲はローピン切りが一番多いんです、実はね。わあ、うん、これはね、間違えてもしょうがない。わかんない。コメント欄もたくさん間違えるぐらいだから。難しい。まあでも雰囲気でこれが難しいって分かることが大事ですね。なるほど。非常に。まれで1が来て止められなかったら1を切っちゃってたような気がします。ちなみに1切ってもそんな悪くないです。ああ、うん。私だと1切ってたかも。あと1を切った方がリーチできる範囲がちょっと少ないんですよね。単純にね。なるほどね。この辺はまあまあまあ。まだそんなの分からなくていい。ちょっと枚数数えた方がいいんだね。そう。基本的になぜああいうので考える、何を考えるかというと、一番リーチに近くなる牌はどれだって考えると。一番リーチに近い牌は何かって考えるのだと、もう受け入れ枚数の多さっていうんですね、これを麻雀用語で。うん、よくパイフを送ると支部に枚数を数えさせられるやつだ。そう。それができると形に強くなるというんですね。これ切りは何枚か、これ切りは何枚かってね、ずーっと数えてるやつ。そう、これを繰り返していくと強くなっていくと。なるほど。ということで、
チャンネル登録、高評価できればメンバーシップ登録して、皆さんのチャンネル登録したりして、本番を待ってください。